SDGs。 山陰各地の SDGs の取り組みを紹介する番組、みっけ山陰 SDGs。 今回は鳥取市にあるマルサンアイ鳥取株式会社にやってきました。マルサンアイは愛知県に本社を置く味噌や豆乳、飲料などの食品メーカー。その製造子会社であるマルサンアイ鳥取では、美味しさと健康をテーマに大豆へのこだわりを持ち続け、調整豆乳、無調整豆乳、豆乳飲料などを製造しています。私たちの食卓でもおなじみの豆乳、ここで取り組まれている SDGs とは？はい、豆乳を作る際に出るこちら、おからの再利用の取り組みです。おからの再利用、 SDGs 見つけ目標12、作る責任、使う責任ですね。はい、早速工場ラインを見学させていただくことに。この工場では主に1リットルパックの豆乳を製造しています。1日の生産量は約26万本、国内の工場の中で約 35% で生産量が一番です。大豆に温水を加え、すりつぶされた大豆から豆乳を絞り出す際に絞りかす、おからが大量に排出されるんです。ということで工場の外に行ってみると、あ、おからが絞り出されてますよ。そうですね、ここで排出されるおからは1日に30トンから35トン、1年間で約8600トンにもなります。このおからを、無駄なく再利用するために飼料だとか発酵肥料などに使っているんです。マルサンアイ鳥取から出たおからの一部は県内の企業に引き取られ、野菜を育てるために堆肥と混ぜたおから堆肥や、農地や樹木を育てるために発酵処理を行って有機質肥料として再利用されています。おから堆肥や有機質肥料への活用は SDGs 目標9、産業と技術革新の基盤を作ろうにもつながりますね。最近では地元の大仙乳業さんと牛の飼料として活用する実証実験も行っているんですよ。牛の飼料ですか。私早速調査に行ってきます。次回は豆乳工場のおからを牛の飼料に、お楽しみに。